はい、マティです。いやー、来ました、ついにこの時が。なんとリフトアップのキットが届きました。はい、ということでとうとうですね、パトリオットちゃんを、リフトアップしていきたいなと、思います。今日はね、そのために車を持っていくんですけども、まあ、その前にノーマルの車高を、測っていましたので、そちらをご覧ください。はい、ということで測っていきたいと思います。まずノーマルね、ノーマルの前が下からフェンダーまでは88かなセンチです。あとね、このタイヤのこっからしとこうか、こっからは15センチですね。はい、ここの高さ測りましょう。ここもね、下から25センチです。ここでね、ここで25センチですね。今度後ろ、今度後ろです。後ろもね、下から78センチですね。で、またこっから、こっからで14センチです。あとここ下からどれぐらいあるの、ここで50センチですね。こちらですね、ノーマルの車高で運転している運転席から見た景色になりますね。これがね、2インチアップしたらどういう風に変わるかというところもね、ちょっと比較はできればなと思ってるんですけども、どうなるんでしょうね。またリフトアップのね、工事が終わって車を取りに行って、どうなったかというのをね、レポートしていきたいなと、思っております。車高アップしたパトリオットと、これでもタイヤを大きくしちゃったら、はいはい、やっぱメーター変わっちゃったりとかしますね。外見しますよね、はい。じゃあちょっと分厚いタイヤはめようと思ったら、はい、16落とさんなんですかね。いや、結局どうだろう、この隙間が埋まんないんで、落として入れても、これが215でしょ、6017やから、65とか225とかやっちゃったらやっぱダメですよ。ですけど、ちょっとパトリオットとかやったことがないんで、はい、ハンドル切るとここに当たっちゃったりすることがあるんで。ああ、なるほどね。ということで今回ね、2インチのリフトアップをスペーサーをかましてね、やるという手法でしました。で、走りの方はですね、まあ、全然違和感なしに、スムーズに走ってまして、直進安定性も、まあ、前と変わらないですね。コーナーも変わりません。ハンドルを大きく切ってもね、タイヤ大きくしてないんで、全然当たらない。むしろクリアランスが増えていて、タイヤがちょっとちっちゃく見えるかなみたいな感じなんですが、全然問題ないですね。足回り乗り心地変わってないですね。いい感じですね。ただ目線が、ちゃんとね、高くなって、すごく運転がしやすくなりましたね。視界的にやっぱだいぶ上がったね、目線。いや、これ比べられるかな、ちゃんとこの前撮った動画と。ちょっとなんとか比べるようにやってみるわ。ということでリフトアップしたんで測っていきたいと思います。これね、82センチで、リフトマップ前がこれぐらいだったんで、82センチ。そしてここからね、ほら18、ここからは18ね。映ってるかな。で、ここ
ここが30センチ、30センチ、後ろが84、ずいぶん上がったんだよなこれ。84、1、2、3、4、5、6センチぐらい上がってる。ここが20.5、ここ40センチぐらい、40センチ。これね、頭ついてたんですよ、こんなんで、それつかなくなった。もうここは高くなって良くなりました。いや明らかにね、高くなってるね、明らかに。うんうん、いいわ。ここじゃちょっと分かんないですけども、ここのスペースは明らかにね上がってますね。当然ここもね上がってますね。あ、これね、これを追加してて上げてますね。なるほど、もうここも上がってるし、これもさ同じぐらいだったのに、すごい上がった。はい、ということで、リフトアップね、無事完了いたしました。これからね、いろいろまた乗ってみて、感想とかをねお話しできればなと、思いますけども、このリフトアップにかかった、費用なんですけども、アメリカから、部材そのキットをね、輸入をして、で工賃等を合わせてって消費税込みで13万6400円と、いった状態でしたね。はい、ということで、これからもね、またパタリオットのね情報を出していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた。